こちらは今年の2月にオープンしたばかりの恵比寿地元食堂さんです。こちらの子ども食堂には子ども食堂という名前が入っていません。私もたちはこう地域のつながりを作るっていうそこにフォーカスをして、あんまりこう子どもの問題のある問題のための施設っていうよりは、本当にみんながフラッと寄れるような地域のリビングルームっていうか地元のリビングルームみたいな場所で自分たちの中で枠組みを作らないっていう感じで子ども食堂ってネーミングにせずに地元食堂ってネーミングにしました。はい、幼稚園楽しかったよ。保育園楽しかったよ。でも今日小学校楽しかったよ。現在6人に1人が子どもの貧困と言われています。その解決策の一つとして全国で子ども食堂が広がりを見せています。あげるんです。いいですかね。自分も一人娘がいるんですけど、その子どもの貧困っていうのを僕は全く知らなくて、でそういうことがあるのに今6人に1人って言われてますけど、それを知った時にすごいショックを受けて、でよく調べていくと、今の社会で見えにくいのが子どもの貧困っていうので、でこれはちょっと何とかしないといけないなと思って、もう一気に突破しちゃったって感じ。はい。韓国の共感症だもんな。農薬とかあんま使わんとか、そういう化学調味料とかそういうの使ってないよっていうような割と安全な食材を一応使ってるって感じです。寄付と、あとはいつも参加費を大人300円、子ども100円いただいてるんですけども、それで大体釣りやってるっていう感じです。でホタテが多分今回一番高いんでしょうけど、あれは寄付で全部いただいたのでお金かかってないので。最近ではお子さんだけじゃなくて親御さん同士のコミュニケーションですとかも結構生まれてきたので、新しいつながりがここで生まれて皆さんの居場所になったらいいなと思います。広がりを見せる一方で、子ども食堂イコール貧困というイメージがつき、なかなか子どもたちが集まりにくいという現状もあります。しかし実際に集まってみると、どこの子ども食堂も子どもも大人もみんなが楽しみながら食事をして過ごしているという現状もあります。子ども食堂は単に目の前のお腹を空かせた子どもたちに食事を与えるだけでなく、子ども同士、大人同士のコミュニケーションを作ってくれたり、枠を作らないことでより多くの人たちが参加しやすい状況が生まれ、自然とその中で解決されていく問題があると思います。それをうまく取り入れたのがこちらの恵比寿地元食堂さんです。私も実はアドバイス、子ども食堂実際やってらっしゃる方にアドバイスしてもらったことなんですけど、仲間がいればなんとかなるよって、なんとかできるよって言われて、あ、そうなんだと思って始めたんですけど、本当に実際やっぱりもうこんなにバタ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 ってなって、その日もバッタバタで企画書とか進行表を読んで、これできるのかなって思うんですけど、本当に仲間がいて一緒にやってくれてる人がいるから、もうなんとか8時にはきっちり終わってる、その時間にそのものが終わってるっていう感じで毎回できてるので、やっぱり一緒にやってくれる人がいるっていうことがすごい一番大事じゃないかなって思います。全国に広がりを見せる子ども食堂、しかし本当に必要としている子どもたちに必要な支援が行き届くには根本的な解決も必要です。もしかしたら皆さんの町にも子ども食堂が必要なのかもしれません。